はい、持ちました。なくなった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、なんか目覚めをギガベル15って書いてるけん、次は15個になるまで集めんといかんってことかな。え、なん泣いてるんだけど、どうした、かわいいとりあえずかわいい。何、どうしたの、なんなんやろ。1 ごめん、泣いた。1、何1って、わからねえ。あの子のところに子猫を連れてくるとかではないよね。違う島やったよね、あれ。わからん。いや、わからん。押し来た。行くぜー。はあ。はあ。おっと？何？これで出ていけばいい感じ？こういうことか。へえ、届かないんですけど全然届かないんですけど。これさ、猫になったらいけるかな。え、猫になったらさ、壁登れるくない？上までは無理かな。よし、とりあえず猫になってみたとりあえず猫になってみたけど、行ってみよう。ガー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 。この辺はね、スススーっと行くとして。お。あ。あ、行けるやん、もう。猫になる必要はなかったね。イェイ、キャットシャイン。これでこの島は全部できた。ふぅ。あの、なんかね、三毛猫。あれは一体何やったんやろう。お、あそこにあるぞ。あれか、次の復活させるギガベルは。あれもキャットシャインじゃね？なんだあれは、どうやって行くんだ？とりあえず、よいしょ。あ、これ回すんかな？これ猫になって回すやつ。あ、そういう。あ、時間が。なるほど、これで上がっていけと。イエイ。回して登ってゲットだにゃ。ふぅ。オッケー。パターンパターン島、青コインをすべて集めろ。これっすかね。青コイン。う、助けて。あ、あ、待って、無理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 。てかあれやね、どこの島もなんか作りが同じような感じやけん、なんかわからんくなるねここはもう行ったところなのかどうなのかが。いろんなところに君いるんだけど、お、え、あ、かけらか、なるほど。この島2つ目のかけらっぽいぞ。あ、あんなとこにも。あ、これは木の上か。へい。はい、3つ目のかけら。そして、あ、ここで跳ねてもあれ。お、ここに猫たちがいるけど、あれ？この子たちは懐いてくれない。どういうことだ。でもこの子たちなんかどこかに何かあるのでは。え？どこだ？ん、なんもないな。え？何もないな。
どういうことだ？あいつに乗せればなんかなるとかない？それか。あ、捕まえた。掘ったよ、掘ったよ。掘れた。ちょっと待って。はい。これで、よいしょ。あ、こんなところにかけら。あれ？通れないんですけど。よいしょ。あ、いけるいけるいける。イエーイ。かけらあと1個。あと1個のかけらは、一体、どこに、あるんだ。上かな？上、上。この辺とかなんか、ないか。なんかないか。やっぱこれをクリアするしかないのね。よっ。お。待って、無理。あ、無理です。無理です。ちょっと待って。猫になって。待って。まずいよー。なんでもない時よりかはできるんだけども。で、これでさ。集めれない、全然集めれない。じゃあとりあえずこっち。え、ここは何？あぶねー、こ落ちるところやった。ここは何なんやろ。別に何も関係ないのか。あ、あそこにかけらあった。じゃあ青コインのはかけらではなく本体ってことかな。猫シャインチップを5枚集めろ。お、これで灯台が解放される。ふぅ。あとは青コインもすべて集めろのやつだよね。難しいんすよ、それが。あ、来た。来たよ、来たよ。定期的なクッパ襲来。え、とりあえずあれかな、一個灯台を解放したら現れる感じ？というわけでもないんかな。時間？わからん。わからん。とりあえず、今のこの状態でも攻撃できるじゃできるんか？怖い。無理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 。体力。書かれてないけん、できんのかな？ひー。もうこれ巨大化するまでは、ね、何もなすすべがないので、なすすべが全くないので、通常運転になるしかないね。あ。あ。いや、無理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 。待って。くっ。あ、これは。あ、こ、出る場所を覚えるしかないよね。あ、帰ってく？帰ってった、帰ってった。今はちょっとまだ、ギガベルが復活してくれんと、なすすべがないので。よし、挑みます。あ、お、お、あ、はあ、
あれで全てではないんかな。あと何個だ、いまいち把握できてないんですが。ほっ、ちょっと待って、ほっ、よいしょ。ああ、あとあの2個だけかな。どうなんやろ。はい、ほっ、ほっ、たんですけど、でも時間も増えたってことかな。怖い。あ、あ、やった、全部集めれた。ふー、よいしょ、これでこの島も全部ゲット。青コインを全て集めろ。ふー、難しい。なんか灯台の光が増した。すげえ、一応段階がいろいろあるんやね。あ、で、この灯台から、また周りを。ここで灯台から耳寄りなお知らせです。コインを集めてみてはいかがでしょう。100枚集めると変身アイテムが1つもらえます。変身アイテムは1種類につき最大5つまでストックできます。めっちゃストックできるやん。きっと冒険の役に立つはず。うんうんうん。それはだいぶ。で、またここになんかあるんやろ？よっ。お、ベルベル。次はあの島かな？灯台がモヤモヤってなっとる。あっちの島もあるけど。どっちでもいいや。どっちでもいいや、全然。じゃあとりあえずこっちに向かいますか。乗ればいいんかな、関係ないんかな。イエーイ。もしかしてこの子でなんか行く場所に、あれ、これ最初の島じゃね。え、最初の島じゃね。け、鍵を壊せんか。さすがに無理か。あれはクリボーか。何もないな、別に。ちょっと早すぎて、何が何だかよく、わからない。はぁ、あ。おります。猫猫島、カゴの鍵を探せ。カゴの鍵？何？カゴの鍵って。よくわからないんだが。あ。イエーイ。あ、あ、この子たち。この子たち懐いてくれとるやつやんね。懐く子たちと懐かない子たちがいるのは何なの？ここの子たちは懐いてんだけども。あ、そっか、ここ、かけらが。ん？あんなところにも、ハテナがあるけど。ちょ、待ってね。とりあえず渡ります。ゴー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 。あ、で、これさ、もう大丈夫じゃない？飛べるし、私。あ、鍵あるやん、ここに。え、飛べない。ちょっと待って。え、この鍵どこに持ってったらいいの？あ、あれか。カゴってあれか。なるほどね。さっき私が壊そうとしよったやつや。そういうことやね。あれやね。ありましたー。はい。ふぅ。カゴの鍵を探せー。あ、これでこの島の全部ゲット。あれ、私さっきかけら取りに行きおらんかった？かけらは含まれんってことか、あの個数に。んで、さっきので灯台は解放されたね。うん、されたされた。あと5個や。キャット社員あと5個。ってことで、あと、あっち行こう。あ、ん？こっちの方が近いんか？あ、こっちか？わからん。あ、あっちの島かな？うん。じゃ、こっち行くわ。ひぃ、おせぇ。超絶おせぇ、乗せて。お、これもしや。
めっちゃ遠くまで来たけど。あ、待って、あっちの島に行くねこれ。ちょ待って、あっちの島よりまだちょっと近場で灯台開放できてないとこあるけん、やっぱこっち来よう。よっと、あ、降ります、降ります。うい、猫カメックをすべて倒せ。猫カメックって何？あ、カメックか。いゆ、どこにおるんやろ、猫カメック。上か。お、とりあえず、よいしょ。あ、なんか、今、ん？なんかならんかった？あれ？気のせいか？ねえ、猫カメックどこすかね。どこすかね。猫カメック。ん？でもこれさっきのところよね。さっきのとこ、あ、おったわ、猫カメック。あれ？さっきは猫カメックじゃなかったんかな。あぶねえ。あぶねえ、落ちるところやった。待って、アイテム、アイテム。よいしゃー、行くぜい。お？あ、これは、これは。待って、クッパ来たやろ。ちょい。え、ね、あ、あっちにもおる。うぃー、見えづらい。超絶見えづらい。よし、やっつけた。ふぅ。お、これでこの島の猫社員も全部ゲット。猫社員やって、キャット社員。勝手に名前変えるやつ。多分なんかいろいろとね、サブクエみたいなやり込み要素があるんやと思うんやけど、うん、いまいち私にはわからん。なんかあのね、子猫たちとか、三毛猫とか、ちょっと大きめの。全然わからんのよね。さあ次、近く。あれか。あれが近いね。よし、行こう。へいへい、背中に乗せておくれ。あ、ふぅ、この島よね。猫猫島、猫社員チップを5枚集めろ。集めまーす。よいしょ。とりあえず上に飛んで、くっ、いい、上に飛んで、あれ？またここか。え、ちょっと待って。あ、そっか、猫社員チップを5枚集めろのやつのかけらがあれってことか。キャー、助けてー。戻してー。あ、ここにもかけらあった、今。ん？なんか、出てきたぞ。はい、ここにもかけら。2個目やね、これでかけら。見て、これ葉っぱも、葉っぱも猫のも形しとる。すごいね。どこにでも、今な、ポインター合わせるところがあったな。あれあれ。え、どこだ、どこ向いた。あ、あったあった。これ、違う。なんだ、どうやるんだ、どうやったっけあれ。わからん。わからん。なんかボコボコにやっつけてくれよる。とりあえず、このかけらは取った。あ、飛んだ状態でやればいいんかな。はい。これでアイテム出た？あ、なんか出たっぽい。ありがとう。んで、次。猫チップ。なかなかないんすよね。あの下とかにもあるのかな。はい、ダッシュ。ダッシュダッシ
よし。で、ここにあるのが分かっとるけん。あ。あれか。微妙な位置にあるんよね。よし、オッケー、取れた。あと2つ。猫チップ、あと2つ。どこだ？どこなんだ？なんかどっか見えるかな？特にどこにもないんだけども、あ、でも、あ、この上行ってないよね。なんかありそうじゃない？この上、この上よっ。ちょちょ、おろしておろしていい。あ、あれ、ちょっと待って。おー、来た来た来た。あれ、君たちはまた別の猫たちか。うん、今のさ、なんかベルじゃなくて鈴じゃなかったね。ん、こんだけ。うわ、見てこれ、鳥にも猫耳生えとんやけど。ちょっとやめてよ。今見よるどこやったんやけん。何にでも猫耳生やしてくんな。これ下とかかな。痛い。もげたもげた。ないぞ。こっち側か。こっち側とかに。あ、この辺。ないわ。全然何にもなかったわ。この辺のさ、あ、これ破壊するってことかな。いてててて、え、なに？甲羅になったんだけど。え、待って、なんか甲羅になったんだけど。いや、待って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 、全然操作できねえ。お？無理じゃね？あ、あそこにあった。待って、あったあったあった。あれは、なんだ、どう行けばいいんだ？行こう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 。ほら、あそこにあるんよ。あれ、どっから入るんやろ？あれか？あ、違うな。こんな穴からはさすがにないよね。この辺からなんか入れるってことか。あ、入れるとこあったあった。イエーイ。ふう、え、ってことでこれであと猫社員チップあと1枚なんやけど、残りはどこかしら。あ、あそこにおるやん。ありそうじゃない？ねえ、ほら、ちょっと大きめの三毛猫のさ、ほら、こっち側に、駐車芯じゃなくて、ほら、おいで。おいでおいで。お母さんがこっちで待ってるよ。子供側じゃないんやね、泣くの。ほら。上から見たら分かったわ。浜辺の迷子の子猫ちゃん。何をどうすればいいんかと思った。よし。ちゃんと元に戻れてよかったわ。さあ、あとキャット社員3つやね。なんだなんだ。あ、そこもか。あ、ここもなんか鍵が必要なところがあるよ。ほらほら。ビョンビョンと、カゴの鍵を探せ。あとは、ここもさ、普通に行きよったら多分、結構あっさり見つかるんじゃね？と思ってるんだけども。ん？ここ一回来たところ？く。どこだ？あ、あれや、鍵。あったあった。にぇーい。ちょ、待って、やめて。あ、いや、こんなところにまで。
怖い。あ、ごめん、ごめん。あ、持たんといかんのか、これ。はい、持ちました。なくなった。なくなった。待って、鍵がなくなったよ。これもしかして元に戻ったんじゃね？ほら、また元の位置に戻っとる。やめてよ。人がせっかく一生懸命取ったというのに。違う違う違う。届かない。届かないということは、どこかしらに何かあるのでは。これか？いや、多分違う。さすがに多分違う。猫になればいいかな。はい、なります。んで、鍵が必要なのはどこだ？どこから降りたら鍵のところに行けるのかしら。え、怖い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 。あ、そこや。これ水に落ちたらダメなんか。お、ほらほらほら、来た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 。オッケー。はい、これでカゴの鍵を探せ、キャップ社員ゲット。灯台も開放やね。とりあえずこれでこの島のキャップ社員も全て集めたぞ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。